ロディオンス・スクルークスは、ラトビア正室出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、スモールフォワード。ラトビアのプロバスケットボールチーム、ベフ・リーガでプレイし、2014年3月には、リーガと複数年契約を結んだ。その後2015年7月に、スペインのプロバスケットボールチーム、FC ・バルセロナと4年契約を結んだ。その後2017年の NBA ドラフトにエントリー。 したが、ドラフトの直前にエントリーを取りやめた。その後もう1年バルセロナでプレーし、2018年の NBA ドラフトにエントリーした。2018年6月21日、ドラフト2巡目、全体40位で、ブルックリンネッツから指名を受け、7月16日にネッツと契約した。1年目からチームの主力として活躍し、ライジングスターズチャレンジにも選出された。 2021年1月、ネッツとクリーブランドキャバリアーズ、ヒューストンロケッツ、インディアナペイサーズの4チームが絡む大型トレードで、ロケッツに移籍することが発表された。2021年7月7日、KK パルチザンと2年契約を締結した。2019年9月3日、元恋人への暴行容疑で逮捕された。その後釈放されている。ベフリーがサインロディアンズ・クルフフズ。 www.vefriga.com2020 年7月16日閲覧 FCB ラッサインクスティーンエイジスタークルッフ,フズフ4 yearsWelcome to e u r o l e バスケットボール2020年7月16日閲覧ブルックリンネッツセレクトとザニアンムーサロディアンズクルッフズ in2018NBA ドラフト ブルックリンレッツ2020年7月16日、閲覧。ブルックリンレッツサインロディアンズクルフフズ。ブルックリンレッツ2020年7月16日、閲覧。ロケッツアナウンスリバイズドフォーチームトレード NBA.com2021 年1月17日閲覧。KK パルチザンアナウンスロディアンズクルフフズ。 スポートンド、2021年10月25日閲覧。ネッツ、ロディアンズ・クルッフズ・アレステッド・フォー・アレギドリー・チョーキング、X ・ガール・フレンド、ブリーチャー・レポート、2020年7月16日、閲覧。ありがとうございます。